はいおはようございます、えー、今日は5月17日土曜日ですね僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきますで、また後半にコメントの紹介をさせてもらって最後にあの今日のライブ配信の告知をさせていただきますのでぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたしますはい。で、早速なんですけどもう一発目ですねこれが今日のハイライトになるんですけど昨日の12時ですね夜中の12時に あのオープン AI の公式の YouTube のライブ配信で新しい、まあ、モデルというか、えっと、プログラミング系の新しいツールが発表されました。で、それが、えっと、コーディックスっていう名前の O3 モデルをベースにした新しい、まあ、プログラミングに特化したモデルですかね。はい。っていうのが発表されましたよと。で、昨日、このね、12時からあのディスコードのコミュニティのそのボイスチャットをつないで、 で、まあ何人かとこうワイワイ喋りながらその発表を見たんですけど、結構ね、すごそうでした。はい。で、まあ僕ちょっと専門的なことはわかんないんですけど、一緒に入ってくださった方にちょっとこう解説をしてもらいながら、いろいろ話を聞いたりとか、あとはこれですね。昨日の発表の内容をあの、要約してもらって、で、今ここに、あの、これまあディスコードコミュニティのチャットなんですけど、まあそこに貼ってもらってます。 でえーとまあ、何がすごいかとかがねちょっと説明ができないんですけど僕自身はただ、えー、とお話を聞いた感じその説明をしてもらった感じとかあと発表を見る感じだと,、えー、とこれからエン,ジニアとエンジニアリングとかあのプログラミングをやっていきたいって、まあ、興味を持ってる側の人間、まあ、例えば僕みたいなもう全然あのエンジニアじゃないんだけどこれからちょっとプログラミング挑戦したいなとか、まあ、自分で何か ツールを開発したいなって思ってる人でもいけそうないけますよっていうような感じのツールっぽいです。はい、でこのバイブコーディングに特化したモデルっていうのをさらに進化させたっていう表現になっててでこのバイブコーディングっていうのがどうやらあのこんな感じで作ってほしいっていうその雰囲気を AI に伝えるだけでそれを汲み取ってコードを書いてくれるっていう。 ことそのものらしいんですよね。その概念のことをバイブコーディングっていうらしくって、まあなんかそのバイブス的な感じですよね。俺こういう感じで作りたいんだよねっていう雰囲気とかノリを AI に伝えると、その雰囲気とかノリを汲み取って、あのコード生成して開発を進めてくれるっていうことっぽいです。あのまあ、素人の解釈なんでなんとなくですけど素人的にあのわかりやすく。 言うとこんな感じです専門的に言うと全然違うかもしれないですけど。はい、っていうのに特化された、まあ、それをさらに進化させたモデルっていうことですね。なのでその、まあ、もちろん要件定義したりとか厳密にこういう,うにあにやってくれってガチガチにやれた方がその設定できた方がいいんでしょうけどそうじゃなくても特化かれるよっていうのがあの今回のモデルの更に進化したものっていうらしいですね。はい これはちょっとね、僕でも触っていけるんじゃないかなってちょっと思っております。はい。なんでリリースされたら使いたいなと思ってて、で、今現状だと、昨日の発表の時点からもう使えるのは使えるんですよ。で、それがプロプランとかチームプランとかエンタープライズプラン、まあ企業向けのプランですね。っていう人たちだけになってて、プラスプランとかは、あともうこの後、 ちょっと時間が空いてっていう形になるのでまあ2週間後ぐらいじゃないかなと思ってますだからこれが触れるようになったら触ってみたいなと思うしあのまあいろいろ教わりながらにはなりますけど自分で何かね開発してみたいなっていう気持ちがさらに高まりましたこれ結構ね X 上でも話題になってますねただどうやらどちらかというとその便利なんだけど初心者向けに こうちょっと目線を合わせた、まあ、ツールっぽいので、じゃあこれを本当に、なんだろうな、ガチで開発をしている方たちが喜んで使うかっていうと分かんなそうですね。うん。まあ、どちらかと,いうと僕たちに使ってほしいものなんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。もうこれが今日のハイライトですね。結構大きなニュースじゃないかなと思っております。はい。で、2つ目。2つ目は、 えーとグーグルですね、えっと、ジェ e m a 3の新しいモデル、新しいモデルというか、パラメータ数の大きいモデルをテストしているようですっていうニュースが出てましたね。はい。だかこのジェ e m a 3に関しては、ローカルモデルで性能が高いっていうのが評判なんですよ。で、確か、ェ e m a 3のダウンロード数が1億5000万を超えたかなんかで、あのトップなんですよね、今のところ。まあ、今クエも、ね、かなり来てるんで まあそこで今、上位を争ってる感じだとは思うんですけど、まあ、さらに上のモデルを今、開発中、テスト中ですよっていうとこですね。まあ、ローカルもやっぱり盛り上がってるし、レベルが上がってきてるんで、まあ、ひとまずはチェックしといていいのかなと思っております。はい。で、三つ目。3つ目は、マイクロソフトさんの,あの、ね、大量解雇、6000人を解雇しましたっていう。 話に続いての、えー、とリクルートの解雇ですね、まあ、人員削減4000人っていう削減をやってるっぽいあとはその社内の開発においての,そのプログラミングコードの生成を3分の1が AI に欠かせるっていうことで、まあ、効率化と高収益を維持していくよっていう戦い方らしいですねだからもう 今後この流れはもう止まらないでしょうね。どこもやっていくんだと思います。はい。まあなので、まあ、この現状をまあ理解した上で、まあ、自分が何をどう準備するかっていうのが重要になるんだろうなって思うんですよね。だかから具体的にどうすればいいとかは、まあ 答えが分かんないしあのそれぞれの立場によってやらなきゃいけないことって変わると思うんですけどただこういう流れが世の中で来てるよっていうのを知っとくのと知らないのって全然心持ちというかね心構えを決める順時間を稼いだりもできるし、まあ、あとはそのじゃ自分が本当にこれからどうしていこうっていうことをその自分の長い人生において考えるそのなんだきっかけになるんじゃないかなと思ってて結構。 重たいけど重要な情報じゃないかなというふうに思っております。はい。いや流れがね、どんどんは早くなってるし、激しくなってるなって感じますね。はい。という感じの3つのニュースになります。少ないんですけど、1個1個大きいなと僕自身は思っております。はい。で、ここからはコメントを紹介させていただきますね。えっと、僕が昨日かな、一昨日かな、にあげた あの GPT4.1 の僕はこんな風に使いますよっていうあの動画にあのいただいたコメントなんですけど GPT4.1 はコミュ力が低い感じがしますっていうコメントをいただきましたはいありがとうございます僕もねそれはすごく感じてますでこの感じ方がすごくね大事じゃないかなと個人的には思ってるんですよその なんかその解説書とか説明書的なスペックを理解しとくっていうのはもちろん大事なんですけど自分が実際に触ってみてああこういう感じだなっていう実体験とか感覚値を持ってるのってめちゃめちゃ重要だなと思うんですよ。 実際に自分がじゃあ使いこなせるかとか使い分けられるかって言ったら僕はそんなことないと思うんですよね。所詮はやっぱ気上の空論じゃないですか。実際に自分が触ってみてああこういう感じなんだって体感するとか例えばあの 4O とか O3 と使い比べてみてとかジェミニとクロードと比べてみてっていうここの感覚値とかこの差分ですよね。そこを実際に自分が持っておくっていうのがやっぱ重要だと思うんですよ。 AI を使いこなすっていう意味合いでも知識をたくさん持ってるかどうかっていうよりも自分がどれだけその感覚を研ぎ澄ませてるかが僕は重要だと思ってるのでこのコメントはねすごく意味のあるというか重要なコメントだなと僕自身は捉えておりますはいコメントありがとうございますまたよかったらねこんなかこんな感じでしたっていうこの感じが僕は大事だと思ってるんでぜひまた教えていただければなと思いますはい でえー、っと今日ですね5月17日土曜日の今日の夜9時から、夜21時からですね、ライブ配信をしますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。まあ、今回、ちょっとね、プログラミング系の話にはなるんですけど、素人の僕におすすめするプログラミング系 AI ツールをガチエンジニアさんたちにあの決めてもらうので。はい 結構面白いと思いますで。これからプログラミング勉強したいなとか、自分で何か作ってみたいなって思ってる方は、結構ね、参考になると思います。はい、僕が扱えるものを選んでもらうので、はい、ぜひ参加していただけると嬉しいです。ぜひぜひね、コメントとかで意見を言っていただけると助かります。はい。というわけで、この動画は以上になります。では。